しのご当地アイドル、トヨタの星、スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トヨタシティズンミュージックパーク、トヨタ市民音楽広場にお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、この通称トヨタ CMP はですね、毎月第1第3金曜日の19時から行われているんですけれども、今週は第4です。第4金曜日ということで、いつもとはイレギュラーで、6月の1週目、6月1日のトヨタシズンミュージックパーク、トヨタ市民音楽広場が開催できないため、イレギュラーで今日行わせていただきました。ということで、なんと出演メンバーが15人です。イエーイ。やっぱあれですね、多いですね。はい、簡単に名前だけ自己紹介していきたいと思います。ルーちゃんことおさとおるなです。ルーちゃん。はい、ゆなのこと松崎ゆなです。待って。はい、ゆりやたんこと島崎ゆりやです。はい、みょんみょんこと伊勢みょんです。みそらです。はい、なあちゃんこと牧野なぎさです。はい、ふうかです。はい、あかりんこと和久田あかりです。はい、ちなちゃんこと浜川ちないです。はい、るかんことるかです。はい、ひかこと斉藤ひかるです。みっきーことこんのみきです。あーちゃんこと新たけやねです。くーぴょんことあすそらしずくです。かみたちゃんこと上田愛です。はい、ということで、皆さん全員名前覚えましたか？はい、さすがですね、ありがとうございます。ということで、今日はゲストもいないので、たっぷり30分間以上ですかね以上ですね、スタートのライブでお楽しみいただけたらと思います。それでは早速ライブの方に行きましょう。聞いてください、恋するマーメイド。
るので一つずつしていきたいと思います。まずははい、はい、明日明後日、26日と27日に、はいはい、福岡遠征があります。福岡青春ワンダーランドというイベントにね2日間も出させてもらって、はい、なんと2日間で5つのライブがあるんです。すごい。行くメンバーはみそら、なあ、あやね、るか、ひなこの5人で行きます。はい、福岡なんですけどね、みんなで行きましょう。来てください、はい、ちょっと明日まで急で遠いよという方は、はい、しずく、はい、今週の日曜日は、アイドリーミュージックフェスティバルボリューム9が名古屋レニーリミトットにて行われます。もう一回名古屋レニーリミテッドにて行われます、はい、私が兼任しているシチさんギュットが新メンバー初登場となって、新曲を初披露させていただきます。そしてミリアタンが兼任しているこっちミリアタンが兼任しているシチさんも新曲初披露するので、はい、福岡行けないよって方はぜひ来てください。はい、はい、そしてそして、はい、私島崎ゆりやと和久田あかりがですね、レッドホットキッチンという舞台に出演させていただきます、6月の6日から11日までになってるんですが、全10公演すべて出演させていただきます、はい、場所はですね、名古屋の一社駅の近くのリンコ劇場というところになります。そしてですね、チケットがもう販売されてるんですけど、はい、なんと明日26日にですね、長いチケット販売イベントが、はい、あります、はい、手売りになってて、はい、買っていただいた方には、はい、キャストさん全員と握手ができます。そして劇中に披露するダンスもちょっとちょろっと披露するので、ぜひ、26日はですね、リンコ劇場で販売イベントをやるので、はい、ぜひあかりんとゆりやに会いに来てください。はい、福岡遠いっていう人は明日の劇場で、はい、もうチケットを買っちゃったよという人はですね、もう1回10回公演あるので、ね、もう1回めっちゃいけるじゃん。チケットを買うためにぜひ来てください。お願いします。はい、そしてそしてその次の週が、はい、6月16日に私たちスタートの定期ライブ14が行われます。イエーイ。はい、場所はバーサス東海ホールさんで、15時半から始まるんですが、この日はなんといつも女の子ありがとうという日で、はい、女の子はなんとタダで、でも男の子もなんと1000円で入れちゃいます。めっちゃ安いんですよ。それで内容もね、はい、この前の、はい、定期ライブ、はい、ぶりの、メロウの収録曲も3月ぶりだよね。そうそう、3月ぶり。そんな前か、はい、そうだよ。やったりするので皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして最後になんとスタート6期生入ってもうすぐ1年が経ちますかね。もうすぐ1年経ちますね。なんと1年経ったところでスタート7期生の募集が始まりました。今全員で17人いるんですけど、そこにプラスで、はい、そうプラスで入ることが決まっております。対象者の方はですね、小学5年生から19歳までの19歳、女の子でお願いします。女の子で、ただ在住在学在勤の方が対象となります。締め切りは6月30日まで。今回はですね、初オーディション B が決まってませんので、送った方から順次に書類審査があってオーディションっていう形になりますので、迷ってる方は近くに、うわこの子可愛いからスタート入れるんじゃない、周りにいましたら、もしくはうわスタート私が入りたいって思ってる方いましたら、ぜひぜひご応募の方よろしくお願いします。お願いします。すべてスタートのホームページの方をチェックしていただきますと詳細載ってますので、確認気になった方いましたらチェックしてみてください。はい、それでは告知忘れてないですね、もう全部言いました、はい、ということで、はい、ライブ後半に行きましょう。イエイ。それでは聞いてください。ハイブリッドガール2。
Oh.
愛知県豊田市のご当地アイドル豊田の星スタートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後物販特典会となります。豊田市ミュージックパーク豊田市民音楽広場ご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまよりスタート愛知県豊田市のご当地アイドルスタートライブが終わりまして物販特典会となります。ステージの右側に列ができ